じゃあ、大阪、名古屋はいます？行くよ。ああ名古屋行かない、大阪は行く。これってどうなの？実際トラブルはどうなの？僕は何も変わらない。だよね。うん、で僕は特にただ重たいの使うし、小森さんほど繊細なのでないじゃないですか。で、さっさに聞いてもさっさも別にないっすよっつって。ないない。トラブルけど、今までもトラブってたじゃないですかって話の中だから。でもやっぱいるんですよ、言って。あのね、巻きすぎなんでいいと思う。ああ、そうね。あの、巻きすぎの要は、4メーター、100メーター巻けます、はい、100まで巻いたらトラブルが起きる、はいはい、それは前よりもはるかに起きる、はいはい、でも80にしたら前までより全然起きない、はい、むしろ起きない、はい、これは言い切れる、はい、でただ行っちゃうときはドバって出るから、はい、収集つかなくなる、はい、それは巻きすぎなければ起こらない、はい、わかりました。もう何の問題もない。ちょっと本人に一応僕からも伝えておきますけど、いやすごい気にしてて、小森さん買ってくれたの知ってるから、ヤクロであれ本当にあの何も優勝じゃないのに申し訳ないけどヒアリングしてほしいって言われて、それは言ってた。ファンティッシュのインフィニティループの、そうです、まあだからインフィニティループ全部一緒です、基本的には。小森さんあたりに言ってもらうと俺は嬉しい、あの嬉しいっていうか、まあ心強い。全然最初は実はね、実は本当のことを言うと最初はめちゃくちゃ疑ってたの、はいはいはい、できっとトラブルは起きるだろうと思ったで、今回ばかりはメリットが少ないから、はい、トラブル起きたらトラブル起きたと、はい、言おうと思ってたの、はいはい、起きない。だから実は11月からずっと使ってんだけど、はい、起きない、全く起きない。糸巻き量の調整だけで、だけでもそれでもね、他のリレーも一緒だから、結局それぐらいの微調整はどれも一緒ってことですよね。そうです。一番ベストな量で巻いたときに、もしくはそのベストな量よりちょっと少なくしたときにはまずドロップなんか起きない。FA レースラーさんの逆テーパーにしたら何だろう。完全取材始めてませんかこれ。そんなのも書いてあったんです。小森さんはインフィニティレプのところへんのは逆テーパーにするとなんですか、なんかトラブル、ドバッとデトラックになるんじゃないか。いやいや、逆っす。あ、逆。はい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 。そう、あのもう全てはこれ聞いたときに、はい、島野だってそんなこと理解してるんですよっていう、あの一言の全てが集約されてて、絶妙な販売で出してるわけだ、ね、その悪くなったものを出すわけねえだろうっていう、それはもちろんあったから当然購入してみたわけで、だから当然こっちもあれを探してやろうっていう気持ちもあったけど、問題ない。ドラッグがちょっと変わっててね、実は前のドラッグよりもちょっと硬い、あ、うん、で方が、出方が、あ、言っておきます。あの多分バッと緩められるようになってるんだよね、はい、パッと緩めるようになってるの、システム的に名前ついてる、はいはいはい、クイックドラグね、ダイヤさんになってるんでしょ、はい、まあ、ちょっと味付けは変えてる、あの、うん、シートが変わってるんですよ、うん、で今までよりも長期間持つんですよ、うん、あのなんですかね、変えなくていい、うん、頻度を変え、あのカーボンシートなんですけど、うん、それが変わってるので出方が変わってるのは事実、はい、それが19と23で変わってるはず、バンキッシュだと。ちょっと出方が違う。そう、出方が違う。ドラッグ調整が今までと一緒じゃないな。そうそう。で、小森さんは多分それにそういう風に感じたんだと思う。違うのは事実。そこは違うのは間違い、うん、なるほどですね。よかった、よかった。いや、もうトラブルなんか一切ない、本当に。評判がそんなに良くないって、はい、お客さんも言うんだけど、はい、いや、どこの評判だろうって。はい、だから1日貸したりもしてたの、はい、俺なんでこんなことでお客さんに1日島乗りをして自分で買った6枚ドリルを貸してやってんだろうと思うけど、全く使いやすいですね。でしょって言って。今年どれ買うんですか。いや今年はね、今年は新しいのが出てないんで、島野さん特段ないですよ、ね、そうはいらないツインパワーは僕ね、あの 2000S ってのを使ってるんですけど、別にツインパワーだから使ってるわけじゃなしに、当時は 2000S が欲しかったんです。ああそうです、言ってましたよね、スロールに巻きたかったんです、はいはい、だからまあバンキッシュを増やせたら増やしたいかな、それぐらいですよね。全然あの23のバンキッシュで僕は OK、 やっぱ あのね、あと使ってて思うのは傷が つきにくいよね。ああそうですね、なんかね、はい、あの塗装強いですよね。塗装強い、それはすごく感じてる。昔の島野さんのリールと比べると本当1年使ってどこも傷がないんで、すごくいいリールで。わかりました、ありがとう。あの、大阪で確実に、はい、ちょっとまたお願いします。ピートの相性もすごく良かった、はい、ありがとうございます。これ超最新ですね。これが新しい、あのDC が入ってるメタニウム。これだって高いもん。これがメイン。今メインって何が一番決めてない。左巻きに関しては、はい、はスプールにシャントが入ってる理由がちょっと使いにくい。これ一番買いやすくて最新で、これいいですよね。スプール入れてっていうところがまあいいのかな。シャフトはあり、あるリターン。島野さんはそれがポリシーなんで、まあまあシャフトそうですね、ないのアルデバランだけですよね。そうですね、一応、まあ、全シャフト自体はもうある、ついてるのはついてるんですけど、はい、
そう、あのセパレートになるのもアルデバランだけど、はい、価格的にはでも一番これいいですね、はい、海のリールはこれを回してます。あ、そうなんですね。何台か持ってやっぱ潮で絶対壊れてくるんで、ああここら辺の価格帯のでローテーションして長く軽いものが、ね、ピッチングしにくくなるんですよ、ショートがあると。あ、 で、 できるんですけど多分ちょっとタッチが変わってくるから、はい、普段僕もともとハブだったので、うんうん、やっぱそのセパレートっていうのがすごく大事なので、だからアルテバランを使ってるんですよ。これはやっぱりあの多分本当にスクールフリーがしっかり出て、はい、で、ちょっとのインプットでパッと転がるっていうのはもうベアリングまで専用設計してやってるんですよ、はい、そこまで持っていくとそういう質感フィーリングになっていくですね。これはすごくいいです。ありがとうございます。これって23の方です。はい、23、22ですよね。はい、そうですね。ってことはスプール系が28の方ですね。そうですね、21を9って交渉はしてて、はい、まあまあ大体29。これ前のやつは29でしたもんね。前のあこれが29で、あの16世代のやつが30。あ、30だった、はい、32ある。そうです、はい、そっちをね使ってるんですけど。 ありがとうございます。これは3台持ってて全部使ってるけど、うん、あれはいいですよね。これは軽めの打ち機で使ってる。カバーで使ってますよ。カバー打ちで、はい、14ポンドを35メーターぐらい巻いて、はい、やっぱノーシンカーとかバックスライドってこれぐらいの軽さ、フッてこう、うん、こう振らないでこうやって投げたいんで。ノーシンカーバックスライドもこれですか。これですよ。ただそのスプールがあのちっちゃくなっちゃったから、はい、やっぱりその巻き合わせが効かなくなってしまって、はい、前の30を愛用してるんです。そうですね、そういう方が多いですね。やっぱり32ミリぐらい欲しいっていう、そうですよね、はい、方やっぱりいらっしゃいますね。そういう要望に向けては何かまた来年、再来年とか変わってくるものとかも。今のところは予定ないですね。まだ22年に出したばっかりなんで。まあ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 、あっても言えるわけないじゃないですか。まあ、いやそうですけどね。まあ要望とかはしっかり聞いてくれてるんだなってのが今印象として。常に未来に向けていろんなものを作ってるに決まってますよ。 10年後ぐらいのものを作ってるんだと思いますけど。それで出てきてこっちは驚くわけ で、ね、だから YouTube もあるわけじゃないですか。そうですね、そうですね、真理です。そんなの今全部言われちゃったら YouTube 真ん中なり終わりです。これか、これ新しいやつ。そうですね、30番これも何の問題ですよ。マスパリンとロープロファイルがいいからね。いやでもこの100番ボディはあの実質バンタムとかとバンタレスとかと使用感はだいぶ近いんです。なので丸型だけどロープロのように使えるっていうのをちょっと頑張って狙って設計したようなモデルになってるので、グラム違うんですよ。約90グラム。まあ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 、ね、ますよ。そこですね、重量的なところが大きいですよね。まあ、やっぱもうメタのシャワーエディション、はい、あの辺でちょっとだけ糸巻いて、あの巻き上げ速度をちょっと維持しつつピッチング対応させるみたいな。じゃあ200に上げて、はい、メタのシャワーエディションは使ってるんですけど、でもやっぱりこっちの方がピッチングしやすいですね。本当にもう軽いところになるとどうしてもかかるので、はい、これ使うならメタニウム使っちゃうまでにはってなってくるんです、はい、軽いしもこれ220g までもおなかできるから他にもいっぱいありますもん。欲しいんだけど出しどころって確かにどこだろうってのはすごい。ジギング、からジギング、チーバスのジギング。いやいやいや、た、もったいないですよ。あと、あタイラマー、こういう使い方するってバレーを使います。で細 B でしっとりと巻き上げる系。まあ、本当にやっぱ、まあ、単純に丸型好きな人は、はい、やっぱりマイクロクランクとか、はい、まあ、やっぱ 7g とか切ってくる 7g 前後の小さい2g とかを筋トレで長くして丸型がどうしても使いたい、巻き感が欲しいっていう人はハマるんだよ。あれだったコンクエストの BFS とシャローエディションだったらどう使い、はい、買い分ける。5グラム以下が多いんなら BFS、 5から10が多いんだったら絶対これ、巻き上げ、はい、絶対これなんだ、はい、腑に落ちました、はい、間をちょっと埋めにいってる感じですね、はい、ノーマルな100はもう別に7からも使えるけど、はい、やっぱ10ぐらいが、うん、あのストライクになってくるんで、うん、で基本フルラインで使う想定でいろいろこう設計してるんで、はいはい、
だからそういうところで反応を得てたと思うんだから小森さん結局あれも一個いっとかないそれ何でもかんでも僕に交わして動画撮るだけで全部レビュー送ってくれたら全部レビューしますまあ俺が買って渡せばいいんですねこれレビューしてからシェアしていただいてシェアしてでも魅力的な色がいっぱいあるんで僕はやっぱりこの重さ使えるんだったら他にも使いたいいっぱいあるから全部試してみたくなっちゃうんで軽い方とか、そういったように特化した感じで喋ってる方が面白いなと思ってるんですそうするとやっぱり結論はアルデバランの BFS 完成されてますよ完成されてあだって数々のラインナップとは全然一角を屈してこれを出し続けてるっていうのが押島さんとしてもこれが必要だと思ってるってことなんで BFS はもう本当に BFS 用の設計しないとできないんですよ、ねはい、だからもうそれはもうラインナップとしてBFS って冠がついてるものにはもうそれの確固たる専用設計が入ってるよっていうこんだけある中でできないことをこれでやってるんだから、うん、こいつはやっぱずば抜けてるんですよ、うん、っていうふうに僕は思ってて島野さんの中で一番おすすめならアルデバランだってずっと僕は人にも言ってるんですけどそうですねああその他のあでもメタリウムは聞いたことありますけど、はい、何を取ってもこれが一番僕はいい、うん丸型は断固として使わないなって印象はまあいいと本当に僕は一ユーザーとしては何使っても一緒だと思うんですよその好きなもの使えばいいんででもその中でもやっぱ特化したもの使いたいじゃないですかで僕島のが好きなんですよって言われたらこれ使ってみてくださいよって言えるし僕違うメーカーのものが好きなんですよって言ったらあのメーカーだったらこれがこれだったらこれ買うかなとかいうのがあっていいと思うんで、でまあ島の派の人は全部島のだからもう僕は言う必要もないんで気持ちも分かるし、はい、僕昔全部シマルだったんです、はい、アブに入る前はずっとスコーピオンだったんで名作ですね1500とかね、うん、もう持ってますもんって、はい、未だに10台ぐらい使ってましたあのイメージに一番近い SLA かそうですよね、はいはい、多分こういう隠れた名品系なんですけどまあ隠れてないですよもうこれスクールの、ね、スペック的には相当使いやすいんです、はいはいだから普通のなんか、まあ、もう野池とかでちょっとキャストもしたいっていう人にはもう絶対こういうのがハマりますねこれぐらいのラインキャップがやっぱ欲しがる人がやっぱおかっぱり1本2本しか持たない人とかはやっぱこういうのが、はい、今の島のラインナップやったらやっぱ70番ぐらいがボリューム等になるんですよね、はい、FGL3 がもう乗っちゃってるんです、はい、そうです入ってるんでキャストフィールは結構担保されてるというか保証されてる黒田君も言ってましたもんだって数揃えるって言ったら値段的にこれだってあそうね、数持つならこれで持った方がいいですよ小森さんも、うん、金かかっちゃいますね金もかかりますね大変だサンタが持ってくるまで待つしかないこれビッグベイト用の新しい MD ああ大事ですよこれモンスター、まあ、モンスタードライブそうだから200グラム超えていっちゃったら超える、うん、こっちまで使えちゃうかなってさっき言ってたああ。20ポンド以上のライン張る人用って感じですね、はい、やっぱりもうラインキャパでもとにかく選んでいくしかないかなって感じですね、使うラインでこれいいですよねこのジャンル結構いりますからねどんな時でもね、はい、案外小森さんでかいの投げますもんリールそう、うん、でもリールがなくていつも困ってない、うん、無理やり締めてこれ買うのも買って送ってきて要検討で、まあ、ありがとうございますありがとうございますありがとうございます魅力的ですよやっぱり圧倒的に島のがいいです、うん、それはねあの、まあ、島のブースで言うのもあれですけどそれは大和さんだってすごくやっぱいいと思うんですよ、うん、でもまあね全部使えるわけじゃないから、はい、全部使えるんだったら全部使ってレビューしたいけど、うん、レビューですら全部使えないぐらい高いって感じです、うん、まあいいですね島のブース勉強になりましたねあなかなか僕こうやってフィッシングショー他のブースさんを回ることってあんまりできないんで見たことない、はい、今回初めてちょっとだけ時間があってしかもなぜか釣り子さんと回ってる今日コスプレなしでいやこれがコスプレなんじゃないバスプロのコスプレでバスプロのコスプレ